森藤さくらの神通力とコンシェルジュ、お届けするのは能楽師森沢雄二です。経営コンサルタント藤野純です。自分放送局開局請負人桜木武士の3人でお届けします。今日は編集後期、はいはいはい。今回収録したのが佐合城とトライアンドエラー、トライアンドエラー、はい、あと鍛冶屋とスティーブ・ジョブス、うん、これ話面白かったので2回に分けて、うん、2回目の方はハロウィンの話ですね、うん、で創始と、相手目線、この話はすごい勉強になりました。いつも勉強になってますけど、はい、で最後に収録したのが、良い政治とダイエット、炎上しないといいですけどね、うん、これも相手目線とそれと自分の目線も入れたような感じの話でしたね。なんか振り返ることとかありますか？超8回ね超8回、はい、10回のうちの8回を犯してしまってると、あとお蕎麦との意外な関係ですね。あ、佐護城の方ですね、佐護城とお蕎麦、神代寺蕎麦でしょ、だって佐護城と関係あったんですね。神代寺蕎麦と西遊記って鍛冶屋とスティーブ・ジョブスはどうでした？これやっぱり前半はね、ものづくりだよね、やっぱり、うん、これはすごい、なんていうのかな、日本人らしい、なんか大切なものみたいな、そういうのがありましたよね。スティーブ・ジョブスもなんかちょっと日本人っぽいぐらいですもんね、そのこだわりといったりと、そこの良さがね、非常に共通してるあの3つの要素っていうのは面白いなと思いましたね、2回目の方はもうハロウィーンの話になってしまっているので、これはもう本当に日本のなんていうのかな、イベントとか、行事とか、行事とイベントは同じですかね、そのハロウィーンと日本の行事の違いみたいな、または共通点が、こういう共通があったねみたいな話になってますね。でビジネスというよりも日本の風習みたいな感じの話だったと思います。はい、お餅巻きましょうと。はいはい、そうですね。そうですね。あ、そのビジネスですね、それ。新しい事務所を開設したらお餅巻きましょう。お菓子でもいいですよ。はい、あと創始と、相手目線は、結局創始が誰だかよくわからなかったです。それいっぱい出てますから、インターネットにも。本屋さんにもあります。相手目線、これ質問力っていう言葉出てましたね。質問力で、その相手目線に立った質問力で引き出す、あと相手が誰かっていうのはですね、このやっぱり全然存在しないけどその人が実は相手だったっていう、存在しない、目に見えない目に見えない相手みたいな大丈夫ですか？すいません。あと良い政治とダイエット、ダイエットってね、やっぱり、ビッグキーワードですよ、昔も今も。昔はそうじゃなかったのか、ダイエットというよりも食べる方が、でも昔はもっとこう超えたというか、ぽっちゃりした方がモテたっていうのが、いかに丸くなるかだったんじゃないですか。それもやっぱり歴史的な意味がありますよね。昔はその、なんていうかな、ふくよかな人が美人とされた、多分ほっとくと痩せちゃうぐらいしか食べてなかったんだと思うんですよ、ちょっと子供を産んで育てて、労働力としても働いてっていうと、ガリガリってわけにいかないですもんね。それをこうちょっとぽちゃっとした方がこう、魅力的だったんでしょうね、その方が。単純にあれですね、こうやってしぼんでいくから食べて膨らまして、しぼんでいくから食べて膨らましてって感じだったのに、今はしぼませることになんかすごい力入れてますよね。まあもうちょっとぽっちゃりした方がいいよと、
違いますね。そんな感じじゃないですね。それ違う。そういうことじゃないけど。あ、自分も約何名か、数名知ってますね。そんな感じで、今月というか今月ですね、今日が1日なの で、で今月はそういう感じのお話です。でちょっとお知らせがありますよね。この番組の、メルマガというか、を作ります。で、ご案内後に出ますので、ぜひそこから登録をしていただければ、もちろんね、各回の解説みたいなこともやってみたいと思うし、補足もやってみたいし、ちょろっとした予告みたいなのもやってみたいし、皆さんからのご要望もそこから拾い上げられるかなとも思ってますし、あとはもちろんこの3人のね、ご案内もお送りできればなと思ってますので、この番組のメルマガというメルマガもうできているんですか。できてます。あ、はい、素晴らしい。楽しみにし、自分楽しみにしてる場合じゃないのかな。まあ、あなたネタ出す方ですから、ね、出す方。あと電子書籍の話ありましたよね、はいはい、あれはここではいいですか。あ、番組と連動してるという話なんですが。あ、連動ですか。連動はしてないですか。一部似たようなところは入ってますけど、能楽は伝統芸能ではないというタイトルです。はあ、否定じゃないんですよ、要するに、まあ、現代にも生きているという、化石じゃないよって、ナウっていうところですね。ナウ、なるほど。それもじゃあちょっと資料いただいて。そうですね、まあ、メルマガでもいろいろご案内できます。そうですね、メルマガで紹介して、はい、こんな感じでしたっけ。なんかそうだね、あとまたこの番組の名前とか、タイトルとかも、番組構成もちょっといろいろ今見つけてもらいやすいような、いろいろこう練ってますので、また都度ご案内していきたいと思います。なんかね、私たち伝えたいことがあるんだけど、それどうやってこううまいことタイトルにしようかとかね、どういうキーワードを盛り込んでいこうかなっていうところを本当に一生懸命考えてるので、その辺もこうぜひぜひちょろっとちょろっと変わったりするので、はい、ご注目ください。はい、じゃあ以上で、はいはい、ありがとうございました。